こんばんは。ようこそ初耳階段へ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いします。そして本日もスペシャルゲストの方お越しいただいております。いたこ28号さんです。お願いいたします。でそのいたこさんといえばね、やっぱりこの怪談のもう黎明期からもうずっとね前線で活躍されてる大先輩、あのやっぱ長年ね怪談界と向き合う中で、なんか今こうご自身の中で今これがこう来てるとか、なんかトレンドとかあったりするんですか？怪談文化人ですね。あ、今、はい、そういうジャンルは実はないんですよ。で僕なんで怪談文化人って言ってるか言ったら、これ本当のことを言うと、はい、そういうジャンルをね広げたいんです。怪談文化人何かっていうのみんな分からないじゃないですか。分からないです、まあ、簡単に説明すると、昭和の時代幽霊が出たり怪奇現象が起こったら、そこにですね、まあ本物の方もいると思うけど、ほとんどさんさい霊能力者が来て、この幽霊は45年前に死んだ女の霊で、お笑いしておきまよって大体終わったんです。誰だモチーフね。あ、突っ込まないでください、ね、そういうの終わり方だったじゃないですか、はい、それが今でもちょっとこう引っ張ってきて、ちょっと変わってきたんだけど、でもそれは霊ありきですよね、はい、で怪談文化人っていうジャンルは、まあ、僕かかって名前つけてるんですけど、まあ、すでにそういうことやってる人いるんですけど、そうじゃなくて、それもし幽霊じゃなかった場合、どうしてそんな怪談が生まれたのか調べて語るのを怪談文化人というジャンルにしたいんですよ。ただただ怪談を語るだけではなく、時代背景であるとか、はい、今までの歴史なんかも織り交ぜて、はい、皆さんに伝えていくっていう役目、はいはいはい、そうすることによって、こういう事件が、あ、こういう歴史があったからこの怪談が生まれたんだって分かったりするんですね。そうなると幽霊云々よりまた別のジャンルになってきて、はいはい、これこれで面白いな、ね、別に幽霊とか霊を否定してるわけじゃないんですけど、そういう見方もいいな。ちょっと例えば霊を挙げていいですか？お、はい、そうしたらみんな階段いいですか、はい、響さんその長いなっていう顔やめてください。やめてください。ずっとよくないよ響さん。やめてください。ずっとそのお笑いで、なんか来ました。でしょ、なんか お前まだ喋ってんのさ。いや付き合い長いんですよ。すごいもうお世話になってる昔から、あの何十回と聞いてるんですよ。まあね、ごめんなさいね、ごめんなさい、本当ごめんなさい、文化人、洗脳してますから、してる、同じ文化人したいんですよ。あ、響さんの付き合い長いですけど、響さんも言ってほしいんです、怪談文化人やと。どうなんですかその辺は響さん。いやでも文化人を名乗り始めたのは割とこうこの数年ぐらいですかね。いや、あの半年ぐらい。いや、そう、自分で言っちゃダメです。イチャイチャしないで。そう、だから一時期、いたこさんが文化人ですって始めて。そうで、その時に文化人として今日階段しゃべりますからって、なんかちょっと詳細忘れてたんですけど、その時になんかお地蔵さんが飛んでくるみたいな話をされてたんですよ。全然文化人じゃないじゃないですか。いや、でそれ文化人ですって言いながら、お地蔵さんが飛んでくるお地蔵さんの表現をお地蔵さんボンバーって言ってたんですよ。マジで。だそれがちょっと思い出して、はいはい、いろいろ経て、はいはい、なのかなと。いや今ちょっとすごいですよ。なんすか。あのそうしないと僕偽文化人止まりで嫌でしょ。例えばですね、ちょっといいですか、ちょっと時間いただいて皆さんよろしいですかね。もうこんな遅いのに。いやもうちょっとすみません、はいはい、本当5分ください、僕に5分も長いな。5分ください、5分、はい、はい、5分もはおかしいよ、はいはい、では続いてのコーナーです。初耳怪談ファーストテイク。ここからですね、怪談師の方に、初出しの怪談を一発で披露していただく初耳怪談ファーストテイクなんですが、本日怪談を披露していただくのはもちろんいたこ28号さんです。お願いいたします。そうでした、そうでした、これが僕メインだったんです。今日メインです。忘れてました。忘れて、これをやらなきゃいけないんです。いけよ早く。ちょっとね、まあ、空気を、空気をずっと喋ってる。そうか、忘れてたな。忘れてた、忘れてた。マイクの上にマイクがありますけどもね。はい、あのさ、板子さん、板子さんです。あ、俺か、俺か。本日はなんとご本人持ち込みの初おろしの怪談を披露していただけるそうです。はい、それでは板子28号さん、よろしくお願いいたします。今から20年ぐらい前の話なんですけどね。僕当時、僕が主催で怪談会でよくやってたんですよ。でそこに、ね、よく来てくれる男性の方がいたんですけど、まあ、仮に A さんとしましょう。A さんは30歳の前半のぐらいの年齢でマンションで一人暮らししてるんですよね。でね、彼の話はすごく面白くて、ちょっと変わった実話会の質問してくれるんですよ。でね、その時はね、今東京大学、東大のある近くの、ね、あそこね、旅館だと思いますよ。それ旅館でしたね。旅館の割と広めのね、宴会場を借りて会談会やったんですよ。40人ぐらい集まってたかな。でそれ車座にね丸く座っ
って順番にマイクを回してて階段喋るんですよ。レイさんの番になりました。レイさんマイク持ってね、この話はあるね心霊スポットのトンネルの話なんですけどね、そのトンネルにねって言って無言になるんですよ。えっと思って、そしたら A さんみんなの顔を見て、あごめんこの話今日しようと思ったらやっぱやめるわ、実は1週間前から僕変な体験してんねん、でな他の方に言われへんし今日みんなね僕のことよく知ってるしちょっとこの話を聞いてどう思うかっていう感想を聞きたいねんって言って違う話し出したんですよね。彼はね、まあ、東京の都内の某所で働いてるんですけど、会社行く時にですね丸の内線まで使うんですよ。で新宿で乗り換えて、でまた電車乗って違う駅に降りるんですけどね、その前の日に徹夜だったんですって。で会社は午後出でよかったんですよ、寝てたんですけどね、ただね2時からね大事な打ち合わせがあるからそれまで行かなきゃいけなかった、寝坊しちゃうんですよね。今から出たら、まあ、ギリギリ間に合うかどうかって感じなんですよ。慌てて家を出て電車に乗って、で新宿駅で降りて乗り換えようと思って階段上がってってたんですよ。ちょっと打ってみたら前方に階段の目の方から、まあ、2段ぐらいも背で降りてたらしいんだけど、70歳ぐらいの男性、まあ、老人ですねがふらふら歩いてきたって言うんですよ。で足元を気にしながらももう A さん慌ててこう上がっていったら、A さんが言うにはね、スローモーションに見えたって言ってました。いきなりそのね、老人の方、後ろを向いて倒れたんですって。で、スローモーションに見えて、うーっと倒れてって、パコッと出ました。A さんが言うには、何も入れてない段ボール箱を置いて、それをハンマーで叩いたような音だって言うんですよ。そんな感じでボコッと出した。それ、その老人の方の後頭部と階段の硬いところぶつかって、その音だったんですね。パコッ。でそのまま老人上を向いたまま滑り台で滑るように彼に向かって滑ってきたんですよ。降りて落ちてきたんですよ。で彼避けたんですよ。で避ける瞬間目と目があったっていうんですね。でその時思ったのは、その老人の目がすごく寂しそうな悲しそうな目に見えた。でそのまま避けたらスルスルっと降りて5段目ぐらいで止まった。で急に目が白目になったと思ったら鼻とか口から血がブワーッと出てガタ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 痙攣しだしたんです。A さんどうしたらいいか分かんなかったんです。でも助けなあかんっていう気持ちがあったんですよ。でも周りに人が集まってきて老人とか集まってきたから次に思ったのが、あかん関わったら間に合わん、おじいちゃんごめんって心の中思いながらそのまま会社に行ったんですよ。まあ、なんとか間に合って打ち合わせ大丈夫だったんですけど、まあさすがにねちょっと後ろめたさがあったりですね、まあいろんな気持ちがあって、もうその後の仕事でね手につかなかった、気になって気にはしょうがなくて、え亡くなってるかもしれないしどうなったやろと。でね、板子さん、その日の夜から変な夢見るんですよ。その夢っていうのは覚えてはないと、なんか怖い夢を見るんだって。でハッと目が覚めた瞬間に耳元でね、あのボコッと音が聞こえるんです。あのおじいちゃんが後頭部を階段の角でぶつけた、あのボコッと音が聞こえるんですよ。でもこれ夢かどうか分かんないけど、割とね起きた瞬間夢かどうか分からんけど、あの音が聞こえるんです。それがねずっと続いているんですよ。毎晩見るんですよ。それだけじゃないんですよ。昨日ですよ、昨日会社行こうと思ってね、またあの新宿で降りて階段上がってたら、なんか視線感じて打ってみたらね、老人が立ってたんです。でそのときはっと思って目そらしたらボコッと聞こえて、見たらもう老人なかったんですよって言うんですよね。それ聞いて僕ら、いやいやそれだってA さんね、悪いわけちゃうし、 A さんね助けられない、そんなんたまたまやから、それ A さん悪いわけちゃうか、気にしてるからもしれんし、そんなんあんまりあれやでってみんなが言ったんですよ。 A さん悪くないし、そんなん気にすることないよって、それに総理おじ死んでるかどうか分からへんしさみたいなこと言ったら、 A さんちょっと安心したような顔して、そうかなって言ったんですよね。でその今役は終わって朝になって、で駅に向かって歩いてたら、いつの間にか A さん横に立ってるんですよ。で一緒に僕ら歩きながら A さんが、板子さん実はね、あの話まだ続きがあるんです、ちょっとね僕隠してる話があるんです。え、何って言った、さっき言ってたじゃないですか、老人立ってて、うん、それだけじゃないんですよ。老人立ってて怖いから下向いたらボコッと聞こえて、また怖いから見たらまだ老人立ってたんですね。でその老人ね、
僕をじーっと見ながら右手をこう上げて頭をこう刺したんですよ。で消えたんです。その時思ったんですよ、あの方死んでるな。だから僕もしかしたらあの老人に疲れてるかもしれないんですよって言うんですね。それから1ヶ月後ですよ、 A さん亡くなるんですよ。会社に来なくてね、 A さんすごく真面目な方やから普通連絡絶対あるのに連絡なかったから、なんか同僚がこれおかしいと思って一人暮らしのマンションに行ったんですって。鍵かかってなかったそうですね。ドア開けたら本当すぐ入ったところで A さんうつ伏せ倒れてた、死んでたんですよね。くも膜下出血だって言ってました。即死だったみたいですよ。僕それ聞いてもうなんとも何やろな、すごく腹立たしい気持ちとか理不尽な気持ち。だってその老人もし関係あるとそんなおかしいじゃないですか。 A さん何も悪いことしてないじゃないですか、たまたまじゃないですか。だから通り魔ですよはっきり言って。でもそんな気がするじゃないですか。もうもうとにかくね、もう僕の心の中でこの話をねちゃんと消化できなくて、全然話したことなかったんですよ。もう腹立たしいのもあるな、なんてでもうまく説明できなかったんだけど、とにかくでもね本当最近これ僕間違ってたなと思った。あ、これ僕勘違いしてたと思ったんです。というのはその現象があって1ヶ月以上あるんですよ、実を言うと。亡くなるまででね、指頭刺してたじゃないですか。頭に何か関係あるさ気するじゃないですか。もしあの時 A さんがおかしいなと病院行ってたら僕助かってたと思うんですよ。あれ早期発見したら大丈夫じゃないですか。血管がなんか詰まったり縮んだりしてなるわけじゃないですか。だからこれもしかしたらたたりとか呪いとかそういうことじゃなくって、おじいちゃんは彼に教えようとしてたんちゃうかなって最近思うようになったんですね。こういう話を聞きました。ありがとうございます。いやお知り合いの話ってことでね、二十数年前、はい、でもやっぱり消化できなかったからずっと話せずにいた話を、うん、あこういうことかもしれないという新しい気づきがあったということで、うん、今回話していただけたわけです。そうなんですよ。もしかしたら、うん、他の方も幽霊見た時にただ怖いと思っちゃってそのメッセージがちゃんと受け取れなかったり、うんうん、もしかしたら他の幽霊も危ないですよ、なんか教えてくれてる可能性があるじゃないですか、はい、うんうん、今日割とそういう話あったじゃないですか、うん、はい、だからこういう話はしとけばただ怖いだけで終わらずにもっと深く考えることによって怪我しなかったり事故しなかったりが出てくるんちゃうかなと思って、うん、本当思いました、ただなんかこうまあ実際ね、うん、違うことも多々あるかもしれませんけど、うん、こういうメッセージかもとかって言われた時に本当すぐ病院に行ってみるっていう、うん、そうなんですよ。この階段を通して皆さんそういうふうに日々ちょっとしてもらうようなことにつながると、うんうん、救える命っていうのが階段なんだけどあるかもしれない、うん、そうですよ。ちょっと僕もねちょっとつい先日ねなんか口内炎が最近ひどいなと思ってた時にあなたちょっと口内炎から体の病気来るよって言われたんですよ、うん、言ってないのにある、まあ、霊感があるという方に、うん、今の話聞いてやっぱ病院行こうと思いましたもんね、うん、ああそう言ったら絶対ですよ。ただの口内炎だからと思って言ってなかったんですけど、うん、ガンありますからね口内炎みたいな。そう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 、怖いんですよね、うん、目の前でね、まあ、本当にこう、うん、転ばれて後頭部って亡くなってしまったかもしれないね方の場に遭遇しただけで自分にも頭にっていうね、うん、それはってやっぱ確かに思いますけど気をつけてっていう。多分そうそう、これだって意味ね、うん、それ以外まさかお前の頭なんかするぞって話じゃないじゃないですか、うん、僕は初めそう思ったんだけど、うんうん、はい、にしておかしい、こんなことわざわざ、あ多分それはおじいちゃんはいい人で教えてくれたんちゃうかなと思うんですよね、うん、か彼の中の何か不思議なものがおじいちゃんで形を変えてやってるのかもしれないです。幽霊じゃなくて、ね、うん、なるほど。野村さんどうですか。いやそ今腑に落ちましたね。ああだなって思いましたね今。響さんね、いやこう僕も話聞きながらちょっといろんな想像をしてたんですけど、あのその段ボールを潰したようなボコっていう音って、うん、もしかしたらあのその本当にそのねあのおじいさんが頭を強打された時の音というよりかはそのおじいさん本人がその時に聞いてた音というかぶつかった時にこう頭の中で響いてる、だ音質がちょっと違うと言いますか、うん、っていうことかなとなんとなく思ったんですよ、うん、ってなるとあのその亡くなられたというかその倒れられたおじいさんの、その時のそのある種の衝撃っていうのがこうどっかでこうリンクしてしまったというかその 見られた A さんと、
でそれをきっかけに、まあ何でしょうね、何かメッセージみたいなものを受け取ったのかもしれないなと、なんか聞いててちょっとそう思いましたね。どっちともやっぱり取れるなって思って、そのおじいさんおじい様の性格にもよるだろうなって思って、はいはいはい、その方がその最後に多分最後に顔を見た方がその A さんだったわけじゃないですか。最後に自分のことを見て倒れていく、そのすれ違う瞬間に見たのも目があったのもその人が最後だったっていうので、気にしなくていいよっていう思いだったら気をつけろっていうことだけど、俺のことを見放すんだろうだったらこういうことなんだろうなと思って、その方の性格によるからいいふうに受け止めればそっちですけど、やっぱりどっちかは分からないですけど、その方の性格によってもしかしたら連れていかれたのかなって、やっぱりちょっと私はどっちとも言えないなって。確かに今聞いて思いましたけど、まあもちろんね、分からないですけど、僕がそれを目撃してしまったお知り合いの方だとした時に、そんなことがあったと、そのおじいさんが現れてこうやったとしても、あ、俺今何か頭に異常があるのかもしれない、病院に行こうって発想ならないかなって、頭の脳の検査してみようってなかなかそっちの方に行けないっすね。もっと分かりやすく多分やってくれるんじゃないかって。ただ僕細かく聞いてないんだけど、絶対頭痛してたと思うんですよ。あ、そんな一回だから違和感とか何もなかったわけはないんですよ。不調はあったか、さすがに話聞いてないですよ、そんなことなると思わんかったから。あ、そうだとしたら多分絶対ね、そこまでなくなるぐらいのことになってたら頭痛とか僕はあったと思うんですよね。あ、その前兆本人は気づいてない、はい、なんかおかしいなっていう、あ、なんかね、そうなるとね、どうなのかな。そうか、やっぱりね、仕事が忙しくてって思ってたかもしれないけど、やっぱ病院に、結構徹夜をあるような仕事をやったから、どっちにせよあれですよね、その警告であれ、まあ、引っ張るっていう形であれ、その、まあ、当然体験者怖いですけど、板子さんおっしゃった通り、こう一歩踏み込んで、あれって何だったんだろうって考えることで、こう、じゃあ一回病院でも行ってみようかとか、そういうちょっと次の気づきになるかもしれないですね。お払いか、それとも病院か、でも2つ行けばいいんですよ。お払いと病院に行けばいいと思うんですよね、そういうのって結構ね、強烈です、唯一です ね、その亡くなった方がいいの、話だ聞いてたけど、友達の友達とかじゃないですか。なんだろう、その怪談的とか考察とかでは全くないんですけど、その怪談って人のから聞いた話だったり、自分と遠ければ遠いほど、結構不幸な結末を、まあ、怖いオチとして話せるじゃないですか。でこれは自分当事者だったり知り合いだったりなった時に、そのもう流れは完全に階段のそれなんだけど、あ、救いようがないというか、そうなんです。だから本当は教えてくれたんじゃないかなって解釈しようとした板子さんにすごい興味が湧いてます。多分逆にその申し訳ないんだけど、もしかしたらどっかで話したい気持ちがあってそうしてる可能性もなきにしもあらずですね。第三者見たらね、多分そう思わないと喋れないですよ。はいはいはい、まずこれ語れないと思うんですよ。悔しいですよね。だから消化できなかったんですよ、意味が分かんなくて。いや、そんなん通り魔じゃんって話じゃないですか。自分の家族がとか友達がその場に居合わせて、でその居合わせて、ね、目の前でそういうことになったことによって、自分の家族が頭で病気になって亡くなってしまうとかなって、やっぱちょっと話せないですね。理不尽だね、あまりにも理不尽だね。なんかその解釈がだんだん、なんだろう、大丈夫にしていくのかなっていう気はしました。ただですね、これ、そのいっぱい怪談を聞いたから思ったんですよ。だその当時の今のがその20年やったから、はいはい、そうなるとそれは割とあるんと思ったんですよ。なんか腕がなんかね、変な気持ち悪いこんなになって怪我した、でも、あ、病気やったって話、はいはい、でもその時に病院行ってたら分かったんじゃねえって話割とあるんですよ。確かにすごい教訓ですよね。首になんかなっててね、最終的には首の病気になるんだけど、いやいや、その前に首になんかおかしいと思ってて病院行ったら治ってたんちゃう。だから割とメッセージがあって、僕分かんないけど幽霊の決まりかなんかで、本当ちゃんとしてればいいじゃないですか、そんなの、はいはいはい、でもそれができない何かがあるのかなとか、もうそういう、そういうふうな気持ちもあるんですね、どっかに。全部の例とは僕言わないですけど、なんかね、この20年、その間20年間話集めてたら、なんかあるんちゃうかな。そんなに呪いたたりで人を殺すことってないから、その学びですよね、もしかしたらなんかあるんちゃうかなってね。そう、文化人だと思いました。ありがとうございます。やっと僕のこと分かってくれましたか。
ただね、その板子さん怪談文化人として、まあ、今日もね素晴らしいお話をくださいましたけども、はい、その一方でその大人のセクシーな怪談っていう方もやられてるんですよ、うん、あやってますよ、セクシー怪談、はい、あの文化人の裏の姿なんですけど、人間には裏表があるわけですよ、そう裏文化人、はい、いいんですか、えちなみに、セクシー怪談って簡単に言うとどういうことなんですか、まあ、単にエロ怪談ですねまあ直球で言わせてもらいますのエロ階段です、エロ階段、はい、もっとおしゃれな言い方ランジェリー階段ランジェリー階段そっちの方がエロいっすよ限定されるそれちょっとなんかちょっとあかんわそれなんか磯さんがランジェリー姿で階段するなんかそっちの方がなんか、ちょっとじゃあどんなものか一回そのいいんですか、セクシー階段でしたっけ、はいはい、どんなものかあのカットされてもいいんでちょっと食べれますわあの今日ね流れ的にやっぱ SM っぽいんで2人もおられることですし、いいです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 それはいいですか聞いてください、はい、いいですか、はい、これはですね、まあ、女王様が体験された話なんですけど、 SM っていうのはすごく特殊な世界じゃないですか、はい、でああいう風俗的なところっていうのは、まあ、響さんもよく知ってると思うんですけど、割と怪異多いんですね、怪異の話、怪異の話、怪異の話、怪異多いんです、別にそれはそういう世界で怪異があると、多いんですよ、別に SM じゃなくても他の風俗でも割と怪異が多い、うん、やっぱり本能的なものなのかな、生と死のなんかかもしれないけど、でその女王様もですね、場所は言えないんですけど、まあ、ある、まあ、大きな、繁華街というかそこにお店があるんですけど、で SM って今は分かんないんですけど昔はグレーゾーンだったんですって、というのは個室でやるから、うんうん、あ個室での風俗ちょっとすごく やっこしくて権利と思います、それだからあの会員制にしてるんですよ、あんまり外に分からない、でそういう理由が2つあるんですよ、1つは、まあ、そういうことで、はい、もう1個は初めて僕もジョーさんが聞いてびっくりしたんですけど、 SM の最高のプレイと俺これしか殺すことかと思ったんです、一瞬そこ行くんちゃうか、そうじゃないんですって、放置プレイなんですって、そのジョーさんもじゃあなんかないですかって聞いたら、はい、ありますよって、結構あるよって、でそこのお店って5つ個室があるんですって、うん、で決まりとして最後にプレイした人がきれいにお掃除して、で消耗品を置くと、でそれが決まりやんって、うん、でその日も、まあ、4番目の部屋で女王様プレイやって、一番最後やから掃除して、で消耗品置いた、で次の朝ね予約が入っててまた同じ部屋だったんですよ、だから今度自分も使うんですよね、はい、でも自分も使うけどちょっと早めに来て、まあ、確認書とお客さん来るまでにちょっと早めに来たんですよ、で部屋パッと入ったらはっって言うんですよ、驚くんですよ、うん、ロープが浮いてたって言うんですよ、で僕もよく分からない、ロープ浮いてたってまず言うんですよ、えどういうことですかって言ったら、あのね透明人間想像してた、はい、透明人間を亀甲縛りしたように、亀甲を縛りした紐が浮いてると、でどう見ても人の大きさやと、でそれがうずくまってると、でその彼女って霊感があるから、まあ、変なもんいろいろ見てんだって、うん、ですぐ幽霊、ね、幽霊と思ったんだけど、いやこれもしかしたら誰かがいたずらね、そういうもん作れるじゃないですか、別に針金とか入れる、あそかそかそか、そういうもんかな、一生もそういう方可能性もあるから、うん、これ何やろなと思ってこう近づいてって触るの嫌やから蹴ったやで透明の部分、ほんなら感触あるんですよ、で蹴った瞬間にプルプルって触れたんだって、でそれは豚独有の触れ方なんですよ、豚M は豚らしいんですよ、いわゆる動物豚じゃなくて、はい、まあ、その M が男性の方と、はい、M が豚なんですよ、はい、蹴ると豚独特のプルプルって触れが、あ豚やと豚出た幽霊出たと、ちょっと腹立ったんで、だって次お客さん来るし、うん、腹立ったんだけど、ジョーさんもいい人やから、その時えこれもしかしたら姿見えへんけど私が今まで飼ってた豚が死んじゃって私に会いに来たのか、そう思ったらちょっと愛しい気持ちにもなってきてて、うん、そうかな分からない人たちに来たんかな、で愛しい気持ちになってきたのと、ジョーさんも優しいから、うん、これは2つの意味があるんですよ、これは生かしてあげないといけないなと思った、そうなんですよ、それでね、ジョーさんはそれいい人やから生かしてあげないと思って、はい、まだ仕事前やのにちゃんと来て、あもうこんなとんがった靴は、うん、ねヒール履いて、この豚野郎って死んでも私ないからこのクソ野郎っつって、まあ豚やからパンパン攻めてガンガン蹴ったって言って、ならプルプルって揺れてポトッて今落ちてでもういいことしたってジョーさん思って、でその日はめっちゃくちゃいいプレーできたんですって、で次の日ですよ行ったらまた緩んですよ、で同じようにもっと亀甲縛り透明に亀甲縛り感じているんだって、
そういう意味でめっちゃくちゃ腹立ってていい加減にしろとでほっとこうと思ったんですよ、はい、でも放置プレイが最高のプレイなんですよ。あこいつほっといたらずっといるかもしれない、うん、お客さんの時来るし、うわこれちょっとそうかと言っても腹立つしどうしようかと思ってその前コンビニ行って塩買ってきてブワー巻いてあったんですよ、はいはいはい、プニュッてなめくじのように言ってました。なめくじのように消えたんよつってでどうなんですかその声で、いやその声も出るねんって、いつもじゃないけど出るんだって。たまにこう出てくるんですね、うん、だけど塩巻いたら掃除大変やから今は塩水にしてでスプレーでプシュッと巻いたらプシュッと消える、って女王様が言ってました。結構長尺だな本当にありがとうございました。対策じゃないですか。そうですか、まあ、大体6分ぐらい嫌話でしょ。かわいい。女王様になれますよ。いやいやなんかプシュンって消えちゃうんですよ、うん、なめくじみたいな。面白い。やっぱりでも思い、強い思いが、うん、まあね、そういう場所に残ってたりとか、うん、女王様に対してあったりとかってなるから、うん、まあ確かにね、いろんな出方あるだろうなと思いますけど、分からないのが同じ例なのか、その霊業界であそこの女王様はちゃんとやってくれると思って、そのええ死んだ M のやつらが違うやつな気しますね。死んだ豚、次から豚さんがそれ聞いてで次から次へと豚が自分もあげてもらおうと思って、うん、みたいな。このやって未来に残してるんでしょ。豚は豚でやっぱりきっとね、豚は豚、うん、興味ない人もなんかねあれそういけるらしいなって試しに行ってみようっていう幽霊もいるかもしれない。あげてもらえるんやから上にね。でも後半塩を巻いてるでもそれが最高のプレーなのかもしれないですね。ああなるほど、塩今もうスプレーですけどねシュシュッシュ、それでシュッとこういなくなる瞬間すごいですね。面白い。それ成仏してるんですかね、こう塩は。成仏してるんでしょうね多分。それはそれで奴らはきっと嬉しいなんですかね、無視されて。あっち行けみたいな意味やったらそれも気持ちよくなって、うん、これ板子さんのねあの代表作の一つですね。そうですよ、僕すごいあのご本人も書かれてて僕も大好きな話 で、はい、で昔あの僕 の企画したイベントに板子さん出てもらった時にね、はい、その話をもう本気でお客さんが板子さんしてもらったらもうやっぱすごいウケるんですよ。いやいやいや、たまたまその時に板子さんの奥さんが遊び来てたんですね。で奥さんどんな顔してるんだろうと思ってパッと見たらもう完全に無の表情でした。あ、無なんですね。そこ大爆笑じゃないですか。もうお客さん大爆笑ですけど、奥さんだけ無の表情です、まあ、もう一回です。もう一個悲しいのが、山田五郎先生のイベントでやった時に喋、はい、り出した途端に前見たら小学校の女の子とお父さん来てた。で僕が何か言うたびにお父さん聞くんですよ、はい、SM って何とか聞こうして、僕に耳に入ってくるんですよ。途中でもやめれないじゃないですか話、はい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 、ちょっとね悪いことしたなと思いました。その時お父さんどんな顔してました。なんかんんって、いや、分かんないな。なんだろうね。困りますよね。困りますよね。いやでもなんかね、ちょっと確かにあの、まあ、セクシーとかね、ちょっとエロとかっていうと、うん、まああれですけど、うん、でも確かにそういうことってあるんだろうなって千田さん思いました、ね。すごい面白かったです。もっとなんか、いやあるんですけど、もっとエロすぎてちょっと人たち最低かもしれないから、文化人って言ってるから今日はできない。そうですね。なんかちゃんと空気読んでくださってありがとうございます。本当です。本当です。まあ、覚悟してたけど、ね、来た方はね足運んでいただいて、はい、そのセクシー階段だけの回とかないですか。あるんですけどね、響さんとか。いやいや、僕はちょっともう完全に一斉引きましたね。よく言うわ。喜んで。まあでも確かにね、あのそういう世界のお話もたまに僕も聞いたりするので、はいはいはい、やっぱりそのそういう風俗店的な、まあ、夜の世界の、はい、もしくはこういわゆる式場的なものの女王の中にそういう階段があるっていうのは確かにあるのかなと思ったりします、ね、割と多いんですよ。あのラブホの階段って多いんです。でもなかなか喋ってくれないんです。だから僕らの中ではラブホの階段を聞けるようになったら初段なんですよ。初段、ええ、それは信頼関係ないと話しかないし、いろんな性癖も話さなあかんから。だから皆さんラブホの階段聞けたら皆さんは初段です。いやなんか本当にためになる話ありがとうございます。文化的な、文化人です、さすが。これ90年代の終わりぐらいから流行った話なんですよ。ありとあらゆる芸術大学でこの話が伝わっていって、今ではいろんな芸術大学でうちの大学の話だっていう怪談、ある都市伝説みたいな話があるんですね、はいはい、それは何かって言うたらですね、4回生の絵を専攻してる女の子が課題に困ってずっと4年間悩み悩んで、卒業式の出す作品にはものすごい悩んだんですよ、うん、なんですけど分かんない、うん、なに、あ、
そうだ、私これを作ろうと思ってあるアイデアを浮かぶんですね。で彼女夜の大学に入って屋上に上がってビデオカメラを置いてでスイッチ入れて、これが私の卒業作品ですって言っていきなり灯油からにかぶって火つけたんですよ。でそのビデオが彼女の、まあ、死んでしまったんですけど卒業作品になったって話なんですね。確かに聞いたことありますね。あるでしょ、はい、でそこに横に、彼女はもともと絵描いてたから、その自分のこういうなんかこう紙かなんかのところに扉が開かれたって書いてあったんですよ。でその後そのビデオを見ると、見た教授がみんな精神病んじゃう。で今でもそのビデオはセルワークに向かう、だって彼女の最後の作品やから、はい、大学で置いてあるって話があるんですよ。これも有名なんですよ、うん、で僕は実はあの某大学芸術系だったんですけど1980年代の話なかったんですよ。でもさっき言ったみたいにこういう階段が生まれるということは絶対何かがないとない、きっかけはね絶対あるわけですから、無からはないですからね。調べたんですよ、はい、分かったんですよ、うん、1986年新聞にですねある記事が載ってたんですよ、はい、そこには当然名前も大学名も書いてあるんですけど、それはここで言わないですけど、ある芸術大学で4回生の女の子がやはり卒業の制作に悩んで屋上で灯油をかけて火をつけて亡くなるんですよ。さすがにビデオは撮ってなかったんですよ、はい、でもそれが多分原型じゃないかと思うんですね。でプラスこれが何で広がったかどんどん調べていくとですね、他の大学で広がらないですよね。それは多分共感だと思うんですよね。共感、はい、何かというとまず作品作るのは命を削ってるわけです、うん、で芸術関係というのはもうすでに素晴らしい先輩方こうやって完成してるんです、絵なんか全部それに勝つものを作るってすっごい悩むわけですね、うん、そういうことがあるから多分共感して自分もその気持ちが分かるからそんな話は美術大学が広がってるんちゃうかという、こういう考察していくのが怪談文化人なんです。まあ、最後工作って言っちゃいましたね。ちょっと失敗しましたね。でもまあ確かに、うん、それで、まあ、そういうね痛ましい最後になってしまったんですけど、うん、やっぱりそれを作品なんだっていうふうに、まあ、付け加えるところがやっぱり何かちょっと、ね、まだ話として広がっていきやすい感じで、はいはい、で癒しの効果もあると思うんですよね。なんかそういう話すことによって全員が共感してかわいそうな話じゃなくってそういうことがあるよっていう、あそういうのがね怪談の原型ちゃうかなと、どっか共感があるから怪談が広がってくると思うから、そういうのが怪談文化人なんです。民族学とはまた別なんですか？あの民族学になるとあまりオカルト入れられないじゃないですか、うん、でこれってどっちかというと途中では想像でちょっと違うと思うんですね。そういうのいっぱい入れていくのがちょっと怪談文化人っていうジャンルでできればいいなと思って。これでもね、あのいたこさんしかできないことですからね、うん、いやそれがね僕よりいっぱいやってる人いるんですよ。あそうなんですか、はい、それが外に出てこれないだけで、あの数が少なすぎるんですよ。一つ調べるのにすごいかかるじゃないですか、うん、やっぱりこういう番組とかですね、あとなんかやると数やっぱ喋らないといけないでしょ、はい、それができないと時間かかるからあまり出てこないだけで、だから僕がこうやって言ってたらどんどんそういうもうすでにやってる先輩方いるから、うんうん、まあ、年齢低い人たちもね、それたちが出てくればいいなと思うんですよ。またこう深みも増してきそうですよね、うんうんうんはい、ぜひ本当にこれからもよろしくお願いいたします。ちょっといいこと言いましたね。言いましたよ本当いつもと違いますね。一個気になるんですけど、あの文化人って自分のこと文化人って言わないんじゃないですか言いますよあれ言われるもんじゃないですか。いやそれはそれからそれはそれこれはこれ、あそれ失礼しました。大佐大佐、はい、やっと終わったんだ。あごめんなさい申し訳ございません。またなんか始まっちゃう。あそうかそうか、さわらの生き仏に叩きました、はい、皆様いかがだったでしょうか。この番組ですね、皆様からの怪談、随時募集しております。もう個性的な怪談に揃っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。